皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本真理です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。三作母、佐久間、春野、辰山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の提供でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、私が直接現地へ赴き、山里のいろいろな魅力をお届けしていきます。山里の気候はどうなのか、今の季節は何がおいしいのか、山里のこんな楽しみ方、あんな楽しみ方をお伝えします。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さて、今日は今回は稲佐の話題ということで、私は浜松市北区稲佐町の浜松市立稲佐北部小中学校にやってきました。前回は稲佐緑バスに乗って学校へ行こうということで、地域の方々が浜松市の自主運行バス稲佐緑バスに乗って学校へやってきて、地域に開放されている学校図書館を利用したり、授業見学をしたり、給食を食べたりしました。このイベントを通して図書の貸し出しも増えたと聞いています。さまざまな活動を通してこの地域が活性化していくといいですよね。さあ、それでは稲佐のご案内役、 NPO 法人ひずるしいしずたまの広瀬俊雄さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなことをご紹介していただけますか。はい、こちらですね、しずたま地域にある唯一の学校の稲佐北部小中学校ですね、はい、コミュニティスクールということで、地域の方も学校の運営に関わっているんですけれども、はい、その学校運営に関わっている地域の方がですね、中心になりまして、今図書室の開放というのをですね、ずっと進めているんですけれども、そういった図書室のですね、学校図書室の利用を地域の方にアピールする目的で、稲北ブックフェアというですね、イベントを学校の体育館の方で開催をしているので、そちらを今日ご紹介したいと思います。はい、確か1回目ですかね、はい、稲北ブックフェア、はい、取材させていただきました。あと、コミュニティスクールの活動ということで、前回は稲佐緑バスで学校に行こうということで、はい、そちらの方も取材させていただいたんですけれども、はい、そういった活動っていうのもやはり多く企画されているんですね。そうですね、やはり学校もですね、地域なくてはならない地域の宝だということでですね、はい、地域の皆さん一丸となって応援していこうということもあってですね、こういった企画の方進めているところです。はい、そして今日の会場が体育館、はい、ということで、今もう多くの人でにぎわっている、そうですね、はいはい、感じがしますので、早速行ってみたいなと、はいはい、思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、稲北ブックフェアの会場となる稲佐北部小中学校の体育館にやってきました。開催時間前なんですが、地域の方をはじめ多くの方でにぎわっています。コロナ禍での開催ということで、入り口では検温を実施していますし、至る所に消毒液も設置されています。そしてブックフェアなんですが、ステージイベントの他にも古本市ですとか、フリーマーケット、絵本の読み聞かせに昔遊び体験など、さまざまなイベントが企画されています。11月7日土曜日に開催された第3回稲北ブックフェアは、稲佐北部小中学校遠藤校長先生の開会の挨拶でスタートしました。学校という場でこういうことがやれるというのはなかなかないと思っています。そういう意味でも、私ずっといろんな学校を勤めてきましたが、こんな取り組みができる学校地域というのは本当に素敵だなと思っています。ぜひ今日はですね、スタッフ、それから参加した皆さん、それから教員も来ておりますので、みんなで楽しんでいけたらなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
そして図書館開放の PR ということで、利用日、利用時間、借りられる本の数や期間など図書室の利用方法についての説明がありました。地域の方にも満足していただけるよう、郷土の歴史や農業などの本の他にも話題作や新作なども少しずつ揃えているそうです。続いて詩の朗読と紙芝居。詩の朗読では最初の質問が、紙芝居ではおこの次郎が披露されました。おこの次郎は渋川に伝わる弓の名人のお話です。その後はお茶摘みデイズの上映と演奏。稲佐町の茶畑を舞台に、稲佐町民だけで作ったミュージックビデオ、親しみやすい歌で会場の皆さんも一緒に歌って、稲佐の良さを再認識しました。このようにステージの内容は様々、小学生、中学生、地域の皆さんと訪れた皆さんはそれぞれに楽しんでいました。さあ、ステージイベントが一段落しました。この他にも様々な催しがありますので見ていきましょう。こちらは古本市。事前に図書館開放委員会や児童生徒に呼びかけて寄贈された本の販売ブースです。1冊10円以上の協力金という形で気に入った本を購入することができます。売上は図書の購入費用などに充てられるそうです。また図書室利用の申し込み受付も行われていました。今の学校図書館の申し込みをされていらっしゃいましたけれど、はい、はい、これから利用されますか？そうですね、学校ということで、うちの娘も通ってるんですけど、まあ、自分もね、子供の頃に帰ったような気持ちでね、たくさんの本を読んで、いろいろ楽しもうと、娘と楽しもうと思いますので、そういう意味でも非常に入会はいい経験だなと思いました。そうですよね、はい、また学校に来る機会っていうのも増えそうですか？そうですね、よく送り迎えなんかで来るんですけど、中まで入るってことがあんまりないので、まあ、図書館に入りながらね、昔の廊下とか教室なんかを感じながら借りるっていうのもまた気分がいいのかもしれません、はい。こちらには地域の方をはじめ先生や子どもたちも大勢いますよ。昔遊び体験エリアです。お手玉、けん玉、めんこなど昔ながらの遊びを地域の方たちが子どもたちに教えています。先生たちも子どもの頃を思い出して頑張っていますよ。みんな素敵な笑顔で楽しんでいます。この他に本には欠かせないしおりを作ることができるブースも。思い思いに絵を描き、色を塗って完成。本を読むのが楽しくなりそうですね。また食器、衣類、雑貨など掘り出し物が満載のフリーマーケットもありました。さあ、ステージ前に多くの方が、ね、集まってきました。これから稲北ブックフェア最後のイベント、ブックカルタ大会が行われます。私も参加します。ブックカルタ大会には豪華景品が用意されているということで、参加者たちは気合十分です。ルールは簡単。本のタイトルが読み上げられるので、並べられた本の中からその本を見つけて取るというもの。子どもたちはすごい。大人も負けないように頑張り、白熱したカルタ大会となりました。なんとか2冊取れました。で、商品というのがこの取った本ということで、私この2冊ゲットしました。それでは稲北ブックフェアに参加された皆さんにお話を聞いてみましょう。今日は何しましたか？なんかしおり作りとか、うん、カルタ大会、しおり作りとか本のカルタ大会とかをしました、はい、たくさん取れましたか？はい。何が楽しかったかな？本を取るやつです。なんでかっていうと、うん、なんか本を探してて、それで取られたり取ったりして、なんか楽しい気持ちでできたからです。そっか、いっぱい取れましたか？はい。今日は楽しかったですか？はい。
い、何しましたか？けん玉とめんこと、あと本を取るゲームをやりました。フリーマーケットとかで買い物をしたりとか、そこのカルトと、であとけん玉とお手玉をやりました。今日は誰と来ましたか？おばあちゃんと一緒に来ました。本もカルト大会ではたくさん取れましたか？はい。何冊取れました？13冊取れました。13冊、一番だったのかな、じゃあこの本は持って帰ってまた読みますか？でも読む本だけ持って帰って残りは寄付。あ、そっかそっかそっか。今日はお子さんと一緒に来られたんですか？はい、そうです。3回目のブックフェアだと思うんですけど、はい、毎回来られて。ちょうど前回とか来れなかったので今日が初めてです。どうでしたか今日？今日はそうですね、おしおり作りが楽しかったり、読み聞かせをしてもらったりとか、最後の絵本のねカルタ大会もちょっと盛り上がってたので面白かったですね。はい、普段から学校に来るっていうことはありますか？そうですね、なかなか子どもの行事とかがないと来ることがないので、今日はまたね久しぶりに来れてよかったです。また地域の方ともここでは触れ合うことができそうですよね。そうですね、なかなか普段生活してても会わないことも多いので、まあ、今日は来れてよかったなと思います。はい、またこういったブックフェアなどのイベントがあったら参加したいなと、はい、そうですね、また来たいと思います。はい、ありがとうございます。さあ広瀬さん、はい、第3回稲穂ブックフェア、はい、盛大に開催されましたね。そうですね、はい、結構地域の方もですね足運んでくださったのですごい良かったなと思っています。はい、今日ご覧になっていかがでしたか？はい、やっぱりこういった形でですね、なかなか学校に来る機会のない地域の方たくさんいらっしゃいますので、こういった機会にですね学校に足を運んでいただけるようになれば嬉しいなと思います。これからもこういったイベントなどは企画されていかれますか？はい、そうですね、はい、またコロナがね、収まってくれればもっといろんなことをやっていきたいなと思っているんですけども、はい、こういった活動を通してどんな地域、どんな学校にしていきたいというのは、はい、やはり学校もそうなんですけれども、やっぱ子どもたちがですね地域の宝だというふうに思っていますので、そういった地域の宝である子どもたちをですねもう地域一丸となって支えられるような、そんな地域、学校にしていけたらなと思います。ということで、またこれからもいろいろな稲佐の魅力をお伝えしていくことができたらなと思っています。それでは次回もお楽しみに。さよなら。この番組ではご意見ご感想、山里の情報など皆様からのメッセージをお待ちしています。はがき、Eメールでウィンディーまでお寄せください。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区佐鳴台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の提供でお送りしました。